アントワーヌ・ペーヌはフランス生まれの画家である。1711年からプロイセン王国の宮廷画家となり、ベルリンの美術アカデミーの校長も務めた。アントワーヌ・バトー、ニコラ・ランクレ、フランソワ・ブーシェラと並んで、フランスのロココ美術の代表的な画家の一人とされる。パリで生まれた。父親は肖像画家で、父親と叔父でルイ14世の宮廷画家で、 王立絵画彫刻アカデミーの校長のシャルルドラ、ホッスから絵画を学んだ。アカデミーの小学生度で1705年から1710年の間はベネツィア、ナポリ、ローマに留学し、ローマではアンドレア・チェレスティから指導を受けた。ローマでは生物画家のデュブイソンの娘と結婚した。1710年にプロイセン王国の国王、フリードリヒ一世に招かれ、 ベルリンに移り、1711年に、オランダ人画家、オーガスティン・タウエイシンが死去して空席になった、宮廷画家に就任した。1713年に、フリードリヒ一世が亡くなった後も、宮廷画家を続けてが、時代の国王、フリードリヒ・ビルヘルム一世は、兵隊王と、あだ名された人物で芸術には無関心で、報酬は、半分に減らされた。1715年に、 レッサウの宮廷、1718年にドレスデンの宮廷を訪れて働き、このカンパリの王立会が彫刻アカデミーの会員となるための作品を描き会員となった。1722年にはベルリンの美術アカデミーの校長に任じられた。1736年から1740年の間は芸術に関心のある皇太子フリードリヒ2世が住む。 ラインスベルク城に滞在し、皇太子が愛好するロココの画家、アントワーヌ・バトーのスタイルで多くの肖像画を描き、宮殿の装飾画も描いた。1740年にフリードリヒ2世が国王になった後、1746年にベルリンに土地と屋敷を建てる資材が与えられ、亡くなるまでベルリンに住んだ。ありがとうございます。